政治本来のあり方を体現した江戸時代屈指の名君。今回の話題は世界に誇る日本人上杉春徳です。皆さんはいろいろな政治家の名前をご存知かと思います。では日本で尊敬する政治家と聞いてどなたを思い浮かべますか？青山茂春かな。いろいろなことを知っているし、貴重な情報を発信しているよ。なるほど。やっぱり安倍晋三でしょう。株価は民主党の時と比べて桁が違うよ。株価ね、大事ですよね。政治家？いろいろいたと思うけれど、心に残っている人はいないな。そうなんですか。なかなか難しい質問だったのかもしれませんね。さて、今回話題にします。上杉春徳は、政治に関心のある方には比較的知られている人物です。と言っても、近現代の政治家ではありません。江戸時代、明和4年より活躍した大名です。出羽の国、米沢藩の第9代大名を務めました。現在の地域で言いますと、山形県と秋田県の一部になります。上杉春徳が大名となった時の米沢藩は、深刻な財政難でした。そこで春徳の行った改革、まずは大倹約でした。今までいた城内の女中さん50人を一気に9人まで減らしたり、食事のおかずは一汁一菜にしたりと、出費を抑えることを春徳自らが実践したのです。今までの暮らしが一変した部下たちは大変だったでしょうね。他にも新産業の育成、飢餓対策、行政改革など、春徳の行った改革は徐々に成果を上げていきました。上杉春徳逝去の翌年、米沢藩の借財は見事完済されます。さて、ここで上杉春徳に関するお話を3つ紹介します。伝国の字。次期藩主に家督を譲る際に伝えた藩主としての心得です。1つ、国は祖先から子孫へ伝えられるものであり、我の私物ではない。1つ、領民は国に属しているものであり、我の私物ではない。1つ、国、領民のために存在するものが君であり、君のために存在、行動する国、領民ではない。この三箇条を心に留め、忘れることなきように。国民のことを大事に思う。また、国民が国の主体であることが示されていますね。老婆の手紙。お忍びのお殿様が庶民の手助けをした実例です。干した稲束の取り入れ作業中に人手が足りなくて困っていたところ、通りかかった武士お二人が手伝ってくれた。お礼を持ってお城に訪れると、その武士はなんとお殿様、上杉春徳であった。勤勉さを褒められ、さらに褒美も授けてもらったことを娘に宛てた手紙に記した。この手紙が現存しており、またおばあさんの文章から当時の識字率などの高さも証明されています。
ことわざ。次のことわざは前日の伝国の字とともに次期藩主に伝えられました。なせばなる、なさねばならぬ何事も。ならぬは人のなさぬなりけり。できないのはやろうとしないからである、との教えですね。このことわざは武田信玄公のなせばなる、なさねばならぬなる技を、ならぬと捨てる人のはがなき、ということわざを模範にしたものです。できることでもやる前からできないと諦めるところに人の弱さがある、ということわざをやろうとしないからだとした上杉晴信の意思が伝わるようですね。いずれも今の政治家の皆さんにぜひとも模範としていただきたい生き方です。そして我々国民もこのような政治家を選びたいものです。国難の時無駄に時間を使う政治家はこれからの日本に必要ありません。皆さんいかがですか？ではまた。